これが韓国で一番辛い焼きそば。日本の方が辛いよ。大したことないよ。辛くない。こんにちは。일본에살고있는유스케라고합니다。오랜만이에요여러분오늘은제가한국라면을친구에게소개해보려고합니다요즘일본에서도한국라면이되게유명해지고옛날은신라면밖에없었는데지금다양하게육회장그리고불닭볶음면등많이늘었어요그래서이번은친구3명와줬습니다이안에서매운것도있지만만약에매우면본본도많이ボンボンの間に準備してみた。よっけ。メーメン、ボンボン、ラーメンパーティー、ヘボリョガミだ。韓国について知ってますか？もちろん。知ってます、もちろん。はい、知ってます。なんか好きなものありますか、韓国で。やっぱり最近だとドラマが好きですね。愛の不時着と、イカゲームと、ぐらいですね。TWICE！ TWICE！ オーディション番組から見てました。昔 K-POP が好きだったのと、カンドラを見てと、あと韓国コスメで韓国のラーメンどう思いますか？熱くて汗が出て、いいと思います。あっさりしてるイメージがあります。こってりじゃなくて水っぽいっていうか。食べたことあるの辛ラーメンとのぐり、辛かったです。これ韓国で一番有名なラーメンです。はい、いただきます。辛い。辛い、うん、ちなみにこれが韓国のラーメンの基本辛さ。ああ、でも意外と平気な辛さだ。平気？うん。もう一個の袋のやつの方が辛い。いただきます。うん、マシそうよ。マシそうよ、マシそうよ。辛いね。食べれない辛さではない。食べれない辛さではない。でも、ああ、来るね、結構やっぱ眉毛落ちそうだもん。辛くて眉毛落ちそう。うん、まあ美味しそうな匂いします。あ、辛いけど美味しいです。韓国最高。食べやすいです。自分辛いの苦手なんですけど、こういう火薬とかもしっかり入ってて、もう毎日でも食べたい味ですね。韓国最高。美味しい。うん、美味しい。色的にどう？色は焼きそばみたいですね。焼きそば。焼きそば。うん。うん。日曜日に父さんが作ってくれる焼きそばにマヨネーズを入れたような、そんな味。結構嫌いな人も多いと思います。ん？何何？俺の価値をお前が決めるな。俺の人生はこれからだ。逆転するぞ。バイパクセロイっていう感じです。以上です。意外と好き。さっきの辛ラーメンより好き。多分日本で流行りますよ。はい、これがユッケジャンラーメンって言って、辛ラーメンは海外で人気だけど、このユッケジャンは韓国で一番食べられてるラーメン。じゃあ楽しみです。湯切りがちょっと甘くてめちゃくちゃ固まってたんですけど、日本のカップヌードル、普通のオーソドックスの日清の、それをちょっと辛くしたような。じゃあそこまで辛くない。ちょっとピリ辛ぐらい。日本人にはまあちょうどいいぐらい。自分は一番好きですね。見た感じどう？辛そう。いただきます。辛ラーメンとユッケジャン、どっちが美味しい？食べやすい？俺はこっちの方が好き。ユッケジャン美味しいよ、俺結構好き。辛そう。でも見た目ほど辛くない。コチュジャンって感じ。コチュジャン、うん、味が濃ゆい。辛ラーメンのどっち食べやすい？こっち。これが韓国で唯一辛くないラーメン。コムタンってあれでしょ、牛の骨。そう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 。辛くない、美味しい。二日酔いにめっちゃ効くらしい。そうなんだ。火薬が入ってないのが寂しいかも。見た目は日本の塩ラーメンって感じ。うん、優しい味。飲んだ後の締めに食べたいって感じ。唯一日本人は食べれそう。うん、食べられそう。美味しい。トルロンタンって感じ。
あ、でも美味しいです。どんな味？なんか素朴な、ちょっとミルク入ってます。豚骨感じさせる味ですね。美味しい。あ、でも俺こんぐらいが好き。これめちゃくちゃうまいラーメン。へー、楽しみ。卵が入ってるんだけど、見えた？はい、見えなかった。見えなかった。卵が入ってなんかラッキー感がある。ラッキー。ちょっとごま油が効いてちょっと辛みもあって美味しいです。辛いんだ。ちょっと辛いですね。日本人がよく好きそうな味っていう感じです。量はちょっと多いかな。辛い。ボンボン必要。ボンボン、はい。いただきます。おいしい。おいしい。辛くない。あー、辛い。じゃ、後から来る。ボンボン必要。ボンボン必要。バンバン。これおいしい。食欲をそそる匂い。うん。どんな味？醤油ラーメンって感じに辛みを入れた感じ。え、割と辛いの？ちょい辛？ね、でも後から辛くなる、ね、辛い。うどんって感じ、見た目も匂いも。うん、あっさりさっぱりって感じ。うん、おいしい。全然辛くない。日本のうどんって感じ。おいしい。うどん好きなんでちょっと楽しみです。おいしい。おじいちゃんおばあちゃんでも食べられる味ですね。なんかでもうどんっぽいけどラーメンっぽいね、麺が。あー、うどんっぽい。うまい。日本にある味する。日本の味する。日本に近づけてるでしょこれ。これが韓国で一番辛い焼きそば。日本の方が辛いよ。大したことないよ。全然辛くない。辛くない、うん、でもうちょっと食べてみ。うわー。ボン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 。でまだ食べんの？やっぱごちそうさま。余裕。本当に？うん、辛くない。でも匂いはなんか甘い匂いがするよね。うん、甘い。甘い。うん、でも後から辛い。うん、辛い。痛い。食べれなくはない。うん、でも食べれなくない。美味しいけど辛い。うん、甘辛って感じ。なるほど。오늘은친구한테한국라면소개했는데다들맛있게먹었던것같아요물론매운라면도있었는데그렇게맵지않은것같아요물론물닭볶음면은매웠는데신라면그리고짱깨라면육회전라면이것도어떤사람한테는매운라면이죠근데다들맛있게먹었으니까맛있는라면그다음은안매운라면짜파게티곰탕튀김우동앞으로도라면뿐만아니라한국과자도되게유명하잖아요만약에시간이있으면과자도내친구한테소개해주고싶어요저도한국에여행가고싶습니다끝까지봐주셔서감사합니다